おはようごござざいいまますす塾の久保でございますえ昨日はですね花谷涼真さんへのメッセージの方をいただきましてありがとうございましたやっぱりね動画発信とか情報発信っていうのはいかに人を応援するかいかに人に価値を与えるか喜びを与えるかってところに尽きると思うんですよね、えー、特に我々の世代が若い方がね頑張っているところを応援するのはとってもいいことだと思いますしまあ、心にもないことを言ってですね応援したくもない人を形だけで応援する必要はありませんので 本当にこの人すごいなと思った方はね、やっぱ動画を上げていただきたいなと思います。今回、3件の方の、ね、動画が私の方にも、まあ、見て取れましたんで、こちらの方は花屋龍馬さん宛にですね、動画説明欄に置いておきますので、花屋龍馬さんご覧になっていたらそちらの方から、この3名の方のメッセージをーぜひね、ご覧いただきたいと思います。まあもうすでにご覧になってるかもしれませんけどね。はい、えー、それでですね。 え今日はやっぱり何にせよ情報発信っていうのはあの誰を応援してるかっていう、ね、このペルソナにかけていこうかと思うんですよ私がですね前回50歳で無職になったらどういうふうな形でね稼いでいくかみたいなことを私お話しましたよねこれっていうのは取りも直さず私と同じ年代の人が何もないところからなんとかね復活の糸口を設けるための糸口を見つけようとしたらどうすればいいかなっていうふうに考えてるところにまあ私がね じゃあ自分だったらこうしますよっていう風なタイトルでやったわけなんですよですからタイトルは50代で 無職で資産がなななくくてて人脈もなくてみたいなことをね前提条件をやってるわけなんですけどもまあ今の私がいきなりそうなるってことはなかなか考えにくいんですけども今の時点でそうだよっていう人に対してきっとね一つの巧明を見いだすことになるんではないかなと思っております。はい、えーと今回のねライブは以上なんですけどもまあ余談ですけどもね今あのおかげさまで24時間隠居育児の方をやってますけどもかなりねおむつを変えるのは上手になりました。それからですねひよこちゃんもピーピーちゃゃんんももピピーー頑張って <laughs> ってあの私のね、えー、生活を彩ってくれるわけなんですけどもあと昨日ですね。小野里さんと 沢部さん、このお二人が福岡の方からね私の方に個別でメッセージをいただきました、えー、やっぱり前回私あの小野里さんの状況をおもんぱかってちょっと応援のね動画を撮ったわけなんですよ、まあ、それを澤部さんが見てくださっててで小野里さんに久保さんこんなことやってるよって紹介してくださってですね、まあ、そういった形で YouTube っていうのはねいろんなところにこう飛びしていくいわゆるシェアされるんですよ 私の動画を澤部さんがたまたま見てて澤部さんが小野沙さんとの関係があるんで小野沙さんにこうシェアしてくれるとで小野沙さんも他でシェアしてくれるみたいな感じでそのアウトプットってねこういう風にどん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 次の人次の人へと思いがバトンタッチされていくんですよね。だからやっぱりこうアウトトプットを した方がいいななと私は思ってるわけなんですよねそして何よりも自分の人生を振り返った時の記録になりますよね私は最近ずっとねあの乗れてないんですけども NITE2000 仕様のトランザムがあるわけなんですよでこれをおーやっぱストックしておく動画でストックしておくとまあご覧になってくださる方がたくさんいるのもそうなんですけどもそれによってねやっぱ新しい出会いって生まれるんですよあの曽我部さんって方も私よりもずいぶん前からあのナイト2 0 0 0乗ってらっしゃって えー、素晴らしい方なんですけどもこの方とのご縁もいただきましたしねえそれからあの静岡のんさんとかねんさんも私もすぐにあの新幹線で会いに行ったんですけどもそういったご縁も生まれたりとか、うん、あとはこれトランザ同じトランザム仲間で岐阜県のジミーさんとかねもうジミーさんも動画をどん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 上げてくださるんですけどもジミーさんの動画上がるたんびに私もね大好きで見に行くわけなんですよこうやって自分の世界が広がって情報発信者いわゆるね YouTube のタレントさんと直で やり取りができるのがこの YouTube 情報発信の魅力なのかなと思います、まあ、私の動画をご覧の皆様も大半の方が私とね会ってくださったと思います、はい、あどうも曽我部さんメッセージを頂きましたえっと YouTube をご覧の皆様ねこれね Facebook のライブしてますんでコメントがここで出るんですよそのコメントにですねえ曽我部さんが朝早いんですけどもご挨拶いただきましたおはようございます子育て頑張っていきますえそれではですね本日も皆様と一緒に素晴らしい一日を作っていければ幸いでございます で失礼します。